台湾的朋友，大家好，我是宋金林奈。台湾の皆さん、こんにちは、松井玲奈です。映画夜中の片思いが台湾で上映されると聞いてとても嬉しいです。この映画はですね、島本理生さんの小説夜中の片思いを映像化したものです。私はこの作品が大好きで、絶対に愛子を演じたいと思っていました。私が演じた愛子は飛坂という映画監督に出会って、遅い初恋を経験します。彼女の恋心のろうそくに火が灯って、その火がどんな形になって、ろうそくがどのような形になっていくのか、ぜひ劇場で皆さんに楽しんで見てもらえたら嬉しいなと思います。ぜひたくさんの方に劇場に遊びに来てもらえたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。よだかはなぜ死を選んでまでも自分の名前を捨てなかったのかな。そういえば読みましたよ、あなたの本。なかなか感動しましたよ。すごいよ、映画にしたいって話が来てて。葛藤しながらも堂々と立っていて、きっと頑張ってる人なんだろうなって。これ何ですか？プレゼント。でも愛子ちゃんが化粧に興味持つなんて珍しいね。行こう。よだかは実に醜い鳥です。おい、お前ら、なんてひどいこと言うんだ。ひどいことって。ここに今まで悩んでたやつが書けそうな気がする。あなたなら私の左側を否定しないと思ったから。うん、嬉しい。10代の頃から付き合ったり別れたり繰り返してて、彼の本命は映画なんですよ。私と付き合ったのは映画監督としての好奇心ですか？夢みたいでした、あなたに会えて。まあ僕は多分どんな先輩でも好きですけどね。